秋バグジッツ。なんだこれ、ロックスターにカラーズの DVD、 誰だお前ら。なんでぬいぐるみがここ入ってんだよ。この家ゆるゆるだな。出かけてんのかどうかわかんないけど、玄関鍵すらかかってないし、いや不用心にも程があるや。なんか空き巣の死骸がねえ。防犯カメラかと思ったら外にいる牛映してるし、なんなんだこの家は。ということでね、以前も紹介していただいたこのクォッチですけど、はい、まあ、最初に思った印象はね、こう、まあ、監視カメラ的なものだったりとか防犯だったりとか、そういうものに使うものかなと思ってたんですが、うん、かなりこれエンタメ性がありそうですね。そうですね、いろいろ防犯っていうところだけじゃなくても使いますね、はい、ねえ、だから、まあ、言ってみればそういったこう違う、まあ、見せ方、まあ、例えばこれお店に置いて、うん、あのほらなんか機能があるんでしょ、この時間によってこう上げたりとか時間によってクローズしたりとか、はい、うん、ネットワークカメラなんで、はい、皆さんに見せるというところも一つの役割になっています、うん、はい、で、共有する設定っていうのが作れますので、うん、その設定で、何時から何時までの間、もしくは何時の何時からというような細かい、うん、時間設定をしてですね、うん、カメラにアクセスすることができるようになります。だそれをこのまあ映像としてあのサイト内に埋め込んじゃえば、その時間だけオープンするような例えばお店の情報が出たりとか、そうです ね, ね、今だったらここでタイムセールやってるようだとかっていうに使えるし、ね、はあ、い、あとはだからここですね、僕が重要なのはやっぱこの有線でも使えますけど無線でも使えますよと。つまりこう Wi-Fi が飛んでいれば設置場所はもうここの AC さえあればもうあとはどこでも置けるってことですよね。そうですね、壁でも天井でもだね、はい、これも非常にありがたいですよね。これ確かなんかマイク付きのもありましたよね。ありますね、ね、はい、でスピーカー付きのもあるって。ありますあります。ということはどういうことかというと、ここで例えば元気って例えば喋ってくれれば、これの付いてる部屋とダイレクトに会話もできる。そうですね、この製品は違うんですけれども、はい、通話っていうモードがありますので、はい、スピーカーの部分を押すとですね、あー、これだ、これでこのまんまもう通話押せば、はい、スカイプみたいな感じで何にも、カメラから聞こえると。はあ、だから例えばここでね、まあ、例えばまあペットを飼ったとして、まあ、僕が猫だとしたらこう猫の名前を呼んでここで猫聞こえますから、はい、あらご主人様と思ってまたニャーって言ってくれてるっていうこともできるわけでしょ。そうですね、
いやもうこれカメラだけじゃないんですよね、もうね。言ってみればもうトランシーバーみたいな働きもできたりとか、もう本当言ってみればテレビ電話的な役割も果たしたりだとか、あとは特にそのおじいちゃんだとかいろんなこの機能だとか操作が分かんない人にとってはもうこれつけておいてあげるだけでも全然もうそこでコミュニケーションがそうですねできますもんね、はい、便利だ。いや便利だわ、便利だけど IoT データのパンフレットにはそういうことが細かく書いてない。あ、なのでこれです。ありがとうございます。この映像を見てあと気になった方は、まあ、もう一回サイトを見てもらうってね、はい、ぜひどうでしょうか。それ本当？本当よ。牛を見張ってるクォッチの映像をスマホで見たら黒い影が映り込んだのよ。本当かしら。スマホで操作してカメラを動かして確認したんだから。泥棒じゃない。なんで倒れてんの？わかんないけど。お父さんは？お父さん！あいつを呼んじゃいけない。生きてた。お父さん呼んできて。ダメだ。何なんですかあなた。あいつを呼んじゃいけない。あいつは悪魔だ。何言ってるの、この泥棒。いいから早くお父さん呼んで。お父さん！母さん、どこ行ってたんだ。来てしまった。お、なんだこいつ。泥棒よ、きっと。警察に電話する。あ、ちょっと待て。あれ、みんなどうしたの？